TikTok の人気な日本の女の子の場合、胸が重要。イタリアの場合、お尻が重要。チャオ、ゆりかたいがです。皆さんこんにちは。最近 TikTok に人気になった動画がアップしてたんですけど、イタリアに人気 TikTok のやつと日本の人気 TikTok とどんな違いがあったんですかって自分で動画を出して、ものすごくビューがあったんですけど、それは本当ですかっていろんなコメントがいただいたので、今日はそれに関してお話ししたいと思います。はい、その動画、まずショートの方に上げた方でコメントいただいてて、日本以外ってマジでお尻至上主義みたいな雰囲気あるけど、日本人が異常なのかなっていう風にいただいてますけど、やっぱりイタリアっていうのは胸よりはお尻の方がみんな好きなんですか？そうなんですよね。どっちかっていうと友達にも聞いてみたら、あー、お尻がいいなっていう人の方が多い気がするんですよね。なんか胸がちょっと胸がどうでもいいかなって正直みんな思うね。例えば胸のボディラインがわからないけど、下はスパッツの女の子と、上は体のボディラインがわかる女の人が外で歩いてたら、みんなやっぱりお尻のボディラインの方を見るんです。そうですよね。あんまり胸が目につくがないかな、そこまでは。なんかたまに私はパン屋に働いた時に結構いろんなお客さんが見てたなんですけど、このなんだっけ、 T ではないけど B のカットあるんじゃないですか。着てる女の子も自分の母さんもそうなんですけど、ずっと着てたからここに見えてたんですよね、ラインが。あ、胸のラインですよねって、もう当たり前ぐらいあるんですよねってわかるから、ものすごくでかいんじゃないとあんまりみんな気にしない気がするんですよね。で、お尻のラインが綺麗になると全体は綺麗になるってみんなよく言うんですよ。なんかそれで筋トレしたらもう全体は良くなる、綺麗に見えるとかは言うんですよね。お父さんも確かにそう、お尻の方だね。楽なんでそういう話が知ってるかどうか覚えてないなんですけど、確かになったことあるよ。お尻が空いてる。それはイタリアだけじゃなくて他のヨーロッパでも？そう気がするんですよね。まあ 100% 知らないけど、そう気がする。外国は胸がそこまでみんな気にしない、違って言うと。日本に来た時に、あれ、イタリアの男性と日本人の男性は好きなとこ違うなって感じたのは結構すぐ感じました。すぐ感じました。違って言うと、日本人のとこは可愛いプラス胸が大きいな子が好きなのかなって思ったんですよ。イタリアではやっぱり単純に胸が大きいだけではあまりモテない。そこは日本とは違うね。あと逆にびっくりした、日本人がすごく胸が好きっていうのは。いや、私昔から漫画とかアニメ大好きだったから、だいたいワンピースとかもそうじゃん。漫画とかでは、まあ日本の人は胸が好きなんだなと思ってたら、逆にもう、じゃあもう本当にイタリアの女性とか胸大きくなりたいなとかあんまり思わない、はい気がする。私の友達がないし、逆に胸大きい人は少なくしたいが多い気がする。なんでそれは？邪魔だから。大きいし、背中も痛くなるし、邪魔だけなのでちょっと少なくしたいとかいる。結構そのイタリア人の人っていうのは、まあいろんな、まあ今タイプはいると思うけど、胸とかお尻とか大きい人の方が多いんですか？人による？人によるんだけど、南に行くと胸も大きいし、お尻も大きい、全体の体が大きい人が多い気がするんですよね。あと食べる文化も違うんですよね。なるほど、ね、北の方は遅い人が多いかなって、イベントに行く時にそれだけ気がついた。
ああ、なるほど。イタリアで一番人気なその女性のタレントさんっていうか歌手とかそういう方っていう人はどんな体型してるんです？一人の外国人っていうとベネンかな。私はベネン・ロドリゲスはイタリア人ではないけどイタリアものすごく人気の女性。でも彼は多分男性が好きなタイプ気がするんですよね。女の子好きなは絶対キャラ・フェラーニの気がする。キャラ・フェラーニはもうモデルだからすっごく細くて金髪で、お金持ちのまま女性と男性のね、好きなあれは全然違うんですよね。そうですよね。やっぱりフィットネスをやってるとか自分のちゃんと綺麗にしてるよって見る人が多いかな。なるほど、だから全体綺麗じゃないと難しい。あと顔がすごく大事らしい。なんか全然顔違くても綺麗な顔と綺麗なメイクしてるねってすごい大事。やっぱ努力をしてれば OK。 そうね、努力してれば、ああすごいです。なんかイタリア人の男性の君からすごい持ってるんですよね。逆に外国人の人たちに日本人は胸が好きって思われてます？あ、思われてる。あ、もう分かってるんだ。もう分かってる。それはアニメとかの影響？そうですよね。やっぱりそのアニメから見ると必ず女性が胸がでかい。じゃあ日本人は胸がでかい女性が好きなんだって。そうですよね。逆に真ん中がないんで、もう料理か、もう胸がものすごくでかいが好きなので。それに対してこう海外の人話題になったりします？日本人が胸が好きなことに対してあ、ちょっと変態だなって言われてる気がする。お尻は変態じゃなくて違うけど胸だと変態なの？そう、な、多分変態さが違うかな。例えばイタリアはお尻が、みんなお尻が好きってよく言ってるのは当たり前。あの日本人の女性のお尻ってどう思います？ないな。かわいい、かわいい、ない。あのね、一人の私の友達がいるんだけど、もうマジでかわいすぎて、でもお尻が全くなくてで、もうこうするよね。もうこうなんですよ。こうなんですよ。たまに触りたいくらいこうないんです。で、私はあのアイドルグループもそうなんですけど、一番お尻がでかかったんですよ。なるほど。で、一つのポーズがお尻を見せてこうするんだったんですよね。で、あのスポーツのパンツしたらものすごくポロッと出たんですよね。で、一人のリーダーは胸がものすごくでかい、約センチ以外持ってるなのにお尻がそこまでなくて、私のお尻を見たらもう泣いてた。マジこれも素敵すぎるって言われて、ちょっとすごい面白かったんですよね。そうか、やっぱ日本人の女性はすごく小さいな。小さいか、あ、でも小さい人はやっぱり好きなんですよね。あんまり多分それが好きって思っちゃう。っていう人もね、多いらしいけどね、まあ結構ね、海外とやっぱ日本に違いがあるっていうのはすごい面白かったんで、まあ今後もちょっとこういうね TikTok とかショートとか、YouTube もやっていこうと思うんで、はい、ぜひ見てください、はい、あと、胸とかのお尻もう話はもうしてるなんですけど、私はファンクラブがやってて、パートリオンとファンディアを最近やって始めて、でもちょっとやっぱりそれ大人もすごいだいぶわー、スーパーセクシーではないなんですけど、まあやっぱりもうちょっとお尻とか見せたりとか、胸をもうちょっと見せたりとかの写真もあるので、興味があったらぜひよかったら入ってみてください。お待ちしてます。はい、